はい、おはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。今ですね、奥多摩バイブルシャレーのオフィスコスモスで、朝今6時ちょっと過ぎたところです。今ですね、キッズ小学生キャンプのトレーニングキャンプというのに、来ていて、今日これからまた朝っぱらからですね、朝7時からご飯前に一つセッションがあるところですけども、今日の箇所ですが、ヨハネ6章の41から59までです。じゃあ読んでみますかね。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。これね、違和感があるなと思って、小声で文句を言い始めたって、あれこんなこと書いてあったかなと思ったら、もともとの訳、今まではね、第3版つぶやいたってなってますね。ガグゾー、つぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子イエスではないか。私たちは父親と母親を知っている。どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか。だからつぶやいたってのはツイッターみたいになんかこうつぶやくっていうよりも、まあ文句ですよね。だから小声で文句を言った。まあいいや、あのね、でイエスは彼らに答えられた。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい、つぶやくのはやめなさい。私を使わせられた父が引き寄せてくださらなければ誰も私の元に来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。預言者たちの書に彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から聞いて学んだ者は皆私の元に来ます。つぶやくっていう言葉なんですけども、これまたヘブル語に直すとね、面白いんだよね。こうラーメドっていう、こう学ぶ、定め、規定、間に釘が入ってるね。学ぶこと、定めを学ぶことの間に釘が入ってる。だこれ、まあ、全然連想、私の連想ですけども、その釘を刺すっていう言葉が日本ではあるけども、なんかちょっとこう、せっかく学んでるのに、大事なこと学んでるのに自分の意見で釘を刺してしまう。この場合は、いや、あの人ヨセフの大工の息子じゃんっていう、そういう、いや 何言ってんの大工の息子がみたいな、そこ自分の考えをこう入れてくる。でなくて45、神によって教えられるっていうのは大事だと。でこれパラレルでもね、父から聞いて学んだもの、父から学ぶ、神から教えられる、それが大事なんだということ、ですね。で父を見た者は誰もいません。ただ神から出た者だけが父を見たのです。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。で私は命のパンですっていうことですね。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことはありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉ですって言うんですけども、またここでね、次、それでユダヤ人たちはこの人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しく議論を始めたって言って、まあ、またつぶやいてるんですよね。今度議論を始める自分たち でイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人のこの肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。ということで、この後イエス様は自分の肉を食べる、ね、私の血を飲むっていうふうに言うんですけども、どん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 話がね、こう噛み合わなくというか、なっていきます。58、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません、ね、このパンを食べる者は永遠に生きます。これがイエスがカペナウで教えられた時、街道で話されたことであるというふうに言うんですが、明日のところでは弟子たちはちょっとね、もう最悪の反応をすることになります。この箇所ね、ちょっと、ね、細かく切ってあるので分かりにくいんですけども、これ見たらなんとなくね、29節から59節までがキアスマスになっています。もしくはもうちょっと前からだけども、カペナウムから始まってカペナウムで終わるんですが、その間にこれね、人々の疑問、文句、つぶやきが入ってくるんですね。24からで見てみると、28でまずね、まあ、つぶやきっていうか文句じゃないんだけども、どうしたらいいんですか、とんちんかんなことを言うわけです。でイエスが答えると。でそれに対してまた
どんな印をくださいますか、何をしてくださいますか、ちょっとここピントがずれたことを人々が言うと。でまたイエスが答える。で今日のところもイエスがこう話をするんですけども、彼らはそれに対してつぶやく。でまたイエスが説明して、せっかくねいいこと言うんですけども、彼らはつぶやく、議論すると。つまりせっかくイエスが大事な話をしているのに、彼らがそのいちいち釘を刺すんですけども、それがこう良い話に発展していくというよりも、彼らはそれで学ばがない。じゃあこの中心がどこにあるかというと、34節、一箇所だけ彼らが正しい意見を言う時があります。それは何かと言いますと、34、そこで彼らはイエスに言った、主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。この今の、24節から59節、6章の24から59節の中で、彼らが唯一良い反応をしたのが34節、主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。そしてイエスは、私が命のパンですというふうに言ったんですけども、それ以外のところは全部、まあ、釘を刺すような文句であったり、またトンチンカンな質問であったりというところですね。私たちも聖書を読んで、またメッセージを聞いて、こう余計なところで、ね、釘刺して、せっかくのメッセージがね、神様からの話が台無しになってしまうんじゃなくて、その神が教えてくださること、そして父が父から聞いて学ぶ、ものとして、このね御言葉を読んでいきたいと思います。はい、ということで、これからちょっとね、また学びの時間になりたいなると思いますので、それではまた、ごきげんよう。